皆さんはじめまして、先端恐怖症と申します。今回は人狼1500回近くやったプレイヤーとして、初心者ですね、勝てない皆様に、少しでも有益な情報を残せたらと思い、この動画を撮りました。早速ですが、人狼の上手い人、強い人っていうとどんな人をイメージするでしょうか？おそらく、初心者の方は特にですね、嘘が上手い人っていう風なイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。それで、よくですね、コメントで、質問相談いただくんですけど、嘘をつくのが苦手です、どうしたら上手くなりますかっていうような、質問をいただくことがあります。実は人狼っていうのは嘘をつかなくてもいいゲームだと思っています。嘘をつく必要がありません、そもそも。なぜかというと、嘘をつこうとするとですね、必ずズレというのが生じます。なぜかというと、村人の人、人間の人です、人間の人は嘘をつこうとする姿勢そのものがないわけですよね。で、狼の人は嘘をつこうとする姿勢があってしまったら、その人が狼っていうことになりますよね。ちょっとややこしいかもしれませんが、何が言いたいかというと、狼であったとしても完全に村人になりきらなければ、すぐにバレてしまうということですね。だから狼で、村人として動く場合は、村人としてベストな行動をすべきなんですよね。狼としてベストな行動をしてしまうと、それは狼なんですよね。例えばですけど、狼でこういう嘘をつくと勝てますよっていう必勝法が例えばあるとします。だったら傍から見ると、その必勝法を実践してる人が狼になりますよね。ということで、何が言いたいかというと、そもそも村人っていうのは嘘をつく必要がないので、自分が狼の場合も嘘をつこうとする姿勢を作らないことっていうのが大事だと僕は思っています。よく、そういう質問、どうしたらいいですかっていうアドバイスをもらった時は、こういうふうに言うようにしてます。なりきってくださいっていうように言っています。村人になりきります。で、自分が村人です、村人、自分は村、私は村人、私は村人っていうふうに、まあ、自己暗示みたいなものをかけて、自分が村人だったら、この人が狼かな、この、でもこの人の発言怪しいな、あ、でももっとこの人のこの発言の方が怪しいなっていう風に、全部まっさらな状態で見て推理していくっていうのが大事です。僕もつい狼が苦手なんですけど、よくやっちゃいがちなんですけど、味方の狼のことをちょっと意識しちゃうんですよね。で、まあそこでちょっとこう、味方の狼をなんかさりげなーくかばってしまったりとか、さりげなーく人狼候補、容疑者、人狼容疑者から外しちゃうっていうことをよくやっちゃうんですけど、そうじゃなくても本当に自分は村人ってなりきって、仲間の狼が誰かっていうことも一旦全部忘れて、議論時間はもう本気で狼を探しに行く。もし仲間の狼にそれでたどり着いてしまったとしても、全然それは問題ないです。なぜかというと、まあそれで自分の信用が上がるなら全然問題ないからですね。うん。だし、逆にその仲間の狼をわざわざ避けてしまうと、あれ、なんでこの人にね話しかけないんだろうって他の人は思っちゃうんですよね。だから辻褄が合うように嘘をつくんじゃなくて、辻褄を合わせるために村人に完全になりきるっていうのがおすすめです。例えば、まあ、占い師でカミングアウト、偽のカミングアウトをした時も同じで、本当に自分は村人だと、じゃあ占い師だと思い込む。で、一番怪しいのはこの人、なぜならこういう理由だからで占いました、だけど結果チロでしたとかね、本当は狼だったとしても、絶対この人狼だと思ったんだけどな、でも違いましたっていう方がなんか説得力もありますよね。だし、まあ、投票に関しても自分が村人で一番怪しい人に投票しよう、この人
で、それが仮に仲間の狼であったりとしても全然問題はありません。後々困るんですよね。狼をこう避けちゃったりとか嘘をつこうとすると後々、不自然さっていうのが残ってしまうので、なりきるっていうのが大事です。で、それは、まあ、後でもう説明するんですけど、占い師としてカミングアウトする場合、それから霊能者としてカミングアウトする場合、あるいは村人として、まあ、生き残る作戦の場合、すべてにおいても、なりきるっていうのは大事になってきます。はい。で、あとですね、つい、自分が狼の時に言っちゃうワード、つい言っちゃうワードっていうのがあります。一番言ってはならない、ひらがな一文字があります。それはもです。これは僕もね、未だによくやっちゃうんですけど、狼の人って目立ちたくないんですよ。できれば目立ちたくない、もう穏便に済ませてなんとか生き残りたいってやっちゃうので、つい、基本的には発言をしたくないです。でも狼が発言しないで、村人は喋るっていう構図ができちゃうと、もう狼は最短で釣られてしまいますよね。で、狼は、どうするかっていうと、頑張って喋るんですね。頑張って喋った結果、無難なことがついポロッと出ちゃうんですよね。例えば、A さんがね、B さんのことを狼だと思いますっていうふうに言いました。で、それを見て、確かに。なるほど。そうだね。みたいな感じで言うと、もう自分は意見持ってませんよって表明してるのと一緒なんですよね、それって。で、かつ、まあその相槌、今言ったような相槌もそうなんですけど、私も B さんのことが怪しいと思う。このもがついてると、完全に便乗なんですよね。チャット人狼の最大の特徴としては、ログを遡れる。自分の発言、相手の発言を後から見直すっていうことができます。その時に、私も B さんが怪しいと思うっていう発言が残ってたら、あ、この人はヘイトを買いたくないって、まあ、目立ちたくない、目立つことを、まあ、ヘイトを買う、まあ、ちょっとヘイトの説明はちょっと難しいんですけど、その目立ちたくないから便乗する。だから、もう私ももっていう言葉を使ってるんだなって後から見返す時に思われても仕方ないんですよね。で、どうすればいいかっていうと、私は B さんが怪しいと思うっていうふうに言うといいです。もう完全にね、A さんが B さんのこと怪しいと思うって言った直後に、私は B さんのこと怪しいと思う。まあ、その瞬間瞬間では完全に便乗なんですけど、でも後から見返した時に、私は B さんのこと怪しいと思うっていうのと、私もB さんが怪しいと思うっていうのはかなり印象は違いますよね。そんな感じで、本当ひらがな一文字でだいぶ印象も違いますし、全く同じことを言ってたとしても後から見返した時にどういう印象を持たれるかっていうのが、この人狼っていうゲームではすごく大事になります。特にチャット人狼、まあ対面人狼とかスカイプ人狼、通話人狼とかね、いろいろあるんですけど、チャット人狼は特に文字にくっきり残るので、そういう言い回しっていうのがすごく大事になってきます。ですね、まあいろいろその狼としてやってはならない行動っていうのは他にもまああるんですけど、まあ、ちょっと今回はもう基本的な基礎中の基礎ということで、まあ重要な部分だけ言っていきます。あと、よくありがちなんですけど、狼の人がつい言っちゃう、絶対言っちゃいけないんだけど、つい言っちゃう言葉が一つあって、投票するときに、誰に投票するって、誰つるってスタンプあると思うんですけど、これ絶対言っちゃダメです。なんでかっていうと、自分は絶対にこの人に投票したいんだっていう意思を、そういう思考を捨ててることになるんですよね。私は全く狼を探す気はないし、自分の意見はありませんよっていう意思表明にもなっちゃうんです。誰に投票するっていうのは。で、よくその今回はね、動画として初めて撮ったんですけど、いつもは生放送のね、切り取り、人狼ジャッジメントっていうゲームの生放送のね、切り取りを、ただ切り取って投稿、だらだら投稿してるだけなんですけど、
まあ、それを見ていただいたらわかると思う。狼の人で誰に投票するって言ってる人が狼ってパターン結構あるんですよ。うん、だし、僕自身が狼の時に私もそう思うとか、ついもうね、使っちゃうんですよね、未だに。でそういう感じで、推理していくと、すごく、ワンステップね、ステップアップできるんじゃないかなと思います。うん。で、そうですね。まあ、とりあえずはそのあたりにしときましょうか。で、これが、狼の特徴が今分かりましたよね。もを使う。それから、ちょっと説明忘れてたんですけど、あと、ハテナマークですね。クエスチョンマークを使うことが多いです。その、誰に投票するとかもそうですし、どうするとかでもいいですし、その、どういうこと、まあ、どういうことはちょっと違うかな。その、質問する場合のハテナと、その純粋な疑問のハテナってのは違うんですけど、うん。まあ、狼の人は、もう、ヘイトを買いたくないから、この人絶対狼だ、この発言がこうだっていうふうに言わずに、こう、できるだけ角の立たないように、ハテナで終わらすことが多いんですよね。だから、狼で基本的に NG な言葉は、もとハテナと誰に投票するっていうのが、この三つが、まあ、多分一番言ってはならないことですね。で、まあ、その狼の特徴が分かると、今度一つ、ステップを上げてですね、占い理由ですね。これにつなげることもできます。よく、占い理由なんてあるわけないじゃん。そんなの、怪しいから占ったに決まってるじゃんっていう人がいます。確かに、自分がね、本物の占い師だって分かってるのは自分ですよね。自分が本物の占い師って分かってるのは自分だけなんですよ、基本的に。で、他のみんなにとっては、占い師が、まあ、二人、自称占い師が二人いた場合は、どっちが本物かっていうのは分からないんですよね。自分は分かってる。けど、他の人は分からない。じゃあ、どうアピールするかっていうと、私は、こうこう、こういう理由で、この人を占いました。この初、こう、A さんはこういう発言をしていましたが、これは狼特有の発言だと思います。だから占いました。結果黒、狼でした。っていう人と、ね、もう一人の占い師は、A さんは狼でした。なんとなく怪しいからです。どっちがね、その信用できるかって言われたら、あ、確かに、そういう占い理由で占ったんだったら、確かに狼っていうのを納得できるなっていうふうに、占い理由っていうのは、その、どっちが本物かわからない状態の時に、しっかり考えて占ってますよ。だから私の信用を上げてください。この結果も、しっかり辻褄が合ってるでしょっていうアピールをしなきゃいけないんですよね。うん。だから、占い理由っていうのはね、最初はすごく難しいと思うんですけど、今言った、その3つの特徴ですね。狼の3つの特徴もが多い。例えば C さんは A さん、俺も A さんが怪しいと思いましたっていう発言をしていました。 C さんはね、これは便乗して目立ちたくない狼の発言だと思います。それに疑問文が多くて、狼をこう、じゃあヘイトをね、飼いたくないような立ち回りをしてるように感じました。しかも、投票するときに、誰に投票するっていうふうに、自分の意思がない。自分の投票意思が感じられませんでした。これは、もう極力目立ちたくない狼だから、流れに身を任せたい狼だと思いました。で、そこを占いました。結果的に、狼でしたっていうと、すごく、ああ、確かに。それなら納得だなってなると思うんですよね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、今回言ってないような、まあ、狼が言っちゃいがちなワードっていうのは、いろいろあるんですけど、まあ、もし、パート2とかあったら、そっちの方で言おうと思うんですけど、そんな感じで、そういうこう、積み重ね、その経験の積み重ね、狼はこういう時にこう言いがちっていうのを積み重ねを、まあ、占い理由につなげることができます。
もしこれが偽物であっても全然使えるんですよね。例えばもう明らかにもう C さんがなんか狼っぽいと、でちょっとこの人を守りに行きたいなっていう時に、もう全く同じ理由でいいんですよ。 C さんは俺も A さんが怪しいと思っていたっていうのがすごく便乗気味だし、投票間際に誰に投票するって言ってなんか流れに身を任せて潜伏したい狼に見えました、で占いました、でも結果は白でしたって、まあ、結果が白であっても黒であっても占い理由の方が大事なんですよね。だから偽物の占い師でカミングアウトする時もそこまで詰めていった方が信用が取れるということがあります、うん。まあ、今回はこんな感じですかね。もう本当に基本的な基本中の基本みたいな、ことしか言ってなかった。そんな分かっとるわいっていう人もいると思うんですけど、まあ、例えば、自分がね占い師で狼を見つけるコツ、まあ、今回ちょっと言いましたけど、もっと実はいろいろありまして、狼を見つけるコツっていうのが、まあ、あの過去のアーカイブを見てもらったらなんとなくわかるかもしれないです。その辺を詳しく言ったりとか、あとは自分が狼であった時に役職を見つけるコツっていうのがありまして、まあ、結構僕狼で役職を噛むっていうのは結構得意なんですけど、まあ、どういう人が役職っぽいかっていうのとか、あとは、まあ、初日にしっかり喋るっていうのがすごく難しいですよね、人狼って。でその初日に、まあ、喋るべきこととか、そういうのを、まあ、もし次の、まあ、需要があればまた次の動画で説明しようかなと思います、まあ、それから何か質問など、あればコメントでぜひお願いします、まあ、今回はこんな感じでお疲れ様でした。